キングプリンスへの分裂迫る5人に結束と挫折をもたらしたアメリカでのダンス無者修行。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンス以下、キンプリの平野仕様と神宮寺雄太が5月22日でジャニーズ事務所を退所する。 岸優太は同日にキンプリを脱退し、8月25日に公開される主演映画、G メンのプロモーション活動を終える秋頃をもって退場する。キンプリは長瀬角と高橋山の二人でグループ活動を継続するが、事実上の分裂まで残り2週間を切った。5月23日のデビュー5周年記念日は残る二人だけで迎えます。 その直前の5月19日には、テレビ朝日系のミュージックステーションへの出演が決定しています。ギリギリまでファンに5人でのパフォーマンスを届けようとしているのではないでしょうか。スポーツ上記者。王道アイドルから踊れるグループへ、キンプリがデビューしたのは、18年年5月23日。 ジャニー北川さんの計らいでメンバー自らがデビュー曲を選ぶ機会を設けられたそうです。会議を何度も重ね、200曲ほどあった候補の中から選ばれたのが、シンデレラガールでした。この曲により、彼らに王道アイドルのイメージが定着しました、アイドル編集者。それが変化し始めたのは、昨年6月のこと。 フォースアルバムメイドインに収録され、昨年末の紅白歌合戦でも披露された一番です。クレバさんが手掛けたヒップホップナンバーで難易度の高いダンスが話題になりました。TikTok でもダンス動画が大流行し、彼らは踊れるグループのイメージが強くなっていきました。音楽史ライター。キンプリのダンスパフォーマンスを牽引していたのは何と言っても高橋だ。 高橋さんは6歳からダンスを習っていました。ほぼ毎日、レッスンや自主練を重ね、全国大会で優勝したこともあるそうです。前でアイドル編集者。小学校時代の高橋が通っていたダンススクール、スタジオブラックンの代表英子先生に、当時の印象を聞いた。顔立ちは今のまま幼くした感じ。大きくなっても変わっていないですね。 性格はおとなしかったと思います。ダンスは周りが上手な子ばかりの中、それに負けずを取らず、身体が小さくてもきちんと動けていました。とにかく熱心だったのは印象に残っています。最近では彼のファンの方や、彼に憧れてスクールに入会したという生徒もいますよ。未経験メンバーの努力、今後の活躍にも期待を寄せる。 ダンスのスタイルは多種多様ですが見たことがある構成ではいくら実力があってもつまらなくなってしまいます。なので技術がある上で時代に合った構成や打ち出し方をする人が目立ってくるでしょう。彼にはアイドルでありながらも顔や愛嬌だけでなく動きで勝負するというダンサーのマインドがあるので強いと思いますね。英子先生。 ジャニーズ入所前、ダンスの経験がなかったのが、騎士、神宮寺、長瀬の三人だ。デビュー前の彼らを知る関係者が当時を振り返る。騎士さんはとにかく努力家でデビュー前は他の JR が帰った後に一人スタジオに残って練習することもありました。感覚なので、T シャツは必ず2枚持ってきていましたね。芸能プロ関係者、イカドウ。神宮寺は、 JR という不安定な立場の生活に葛藤していたこともあったという、突然翌日に仕事が入ることもよくあります。そのため、ダンスのスキルアップをしたくても、個人的にレッスンを受けに行くのがスケジュール的に難しいことに悩んでいたそうです。長瀬さんは、ちょっとした時間を見つけては、練習していました。 ダンスへの苦手意識があったようですが、周囲の足を引っ張りたくないと思っていたようです。19年年、そんな彼らのことを思ってか、平野がある行動を起こす。平野さんがスタッフと相談し、他のメンバーに内緒で全員でのダンスレッスンのスケジュールを入れたのです。その後も、このレッスンは継続され、徐々に周囲からグループ全体のダンススキルを褒められることが増えたそうです。 前でアイドル編集者、イカドー、アメリカで味わった挫折。また、同年にはメンバー全員でアメリカでの武者修行にも挑んだ。平野さんの希望で世界的なヒップホップダンサーであるメルヴィン・ティーム・ティーム氏のレッスンを受けていました。しかし、メンバー全員が世界とのレベルの差を痛感し、挫折を味わったそうです。この挫折が、グループ飛躍につながったのではないでしょうか。 平野手動のレッスンが多いが、彼が練習にこだわるのは幼少期からだった。平野さんは小学2年生でダンスを習い始めたそうです。でも、小さい頃は目立つのが好きではなかったようで、初回のレッスンは泣きながら見学していたんだとか、ー、レッスンを重ね、上達するにつれてダンスが楽しくなったようで、多い日は1日7時間も練習していたそうです。 前で芸能プロ関係者。しかし、その練習量が裏目に出てしまい。小学4年生の時に膝の半月板を損傷し手術をしたんです。今でも、動きすぎると痛むことがあるそうです。同芸能プロ関係者。ダンスにのめり込んだことで、音楽の好みも形成されていった。小さい頃から海外の弾くホップノイドのいわゆるブラックミュージックをよく聴いていました。 まだ幼いながらも、クラブにも出入りして踊っていましたよ。音楽業界関係者。これが平野の目指す道にも影響したようで、昔から王道アイドルよりもアーティスト志向が強いんです。そのことも、退場を考える一因になったのかもしれません。同音楽業界関係者。アーティスト平野仕様は、これからどんな世界を見せてくれるのか。